先日の大雨の影響で水没被害に遭ってしまった歌舞伎町ホストクラブアクセル。その現状を拝見したスタッフは一人の怪しげな動きをしているホストと鉢合わせしてしまう。あれ、シートさん何やってんすか？いや、なんもやってないっす。なんか忘れ物とかですか？あ、はい、そうです。もう大丈夫です。もう皆さん外出ちゃってるんで。あ、OK です、行きます。不審な動きをしていたそのホストは、シュート。彼がいたその場所には、金庫が置かれていました。アクセルさんの現状、さっきちょっと見させてもらいましたけど、本当にやばいっすね。いや、やばいっす。結構マジでやばいっすね。まあでもその内装がすごい新しくなるんで、まあそのリニューアルオープンみたいな感じで思えば、まあ気持ち的にはまあ助かるなって感じですか。ちょっとさっき、シュートさんだけ、はいはい、なんかいなかったじゃないですか。あ、いなかったですね。ね、インサート撮りとかしてて、下は自分一人だけ来たんですけど、はい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 、まあちょっと気のせいだったら、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、なんかちょっと金庫っぽいもの触ってたような気がしてて。マジっすか、はい、金庫って金庫っすか。そうっすね。まあさすがにまあ、時間も経ってるんで、さすがに中はないとは思うんですけど、はいはいはい。いや、なんか、まあ、自分の多分思い過ごしだと思うんですけどね。シュートは、シュートあれっすね、まあ、本当バック一つで、まあ、19歳、18歳からこうアクセル入ってきてくれて、まあやんちゃですけど、すごい仕事に対しては熱心な子だから、想像つかないっていうか、んってか、マジっすかって感じです。そうなんですね。あ、じゃあもう営業中とかって、やっぱ結構真面目な…まあちょっとその、女の子に対して、あれですね、まあちょっとまあ行き過ぎちゃうとこあるかもしれないけど、基本的にはしっかり真面目にやってくれてるとは思ってたんですけど。お客様に対し少し難があるも、真面目なスタッフだと語るレイト代表。この日スタッフは別の収録の合間にシュートさんを追ってみることにしました。はい、やっぱ大変でしたね、アクセルさん。変数臭いし、匂い取れるか心配ですし、ね、やっぱ臭くなったんですよ、やっぱここが。やっぱやる気があんま出ないし、負担も少なくなっちゃって。このアクセルさんの方がいいですか？いや、いいですね。やっぱホームって感じがあります。なんかアウェイっすね。テンポが一時的とはいえ、やる気が出なくなったと話すシュートさんですが、彼はレイト代表が話す通り真面目に営業を行っていました。あんまやる気ないみたいな感じだったけど、結構なんか頑張ってます。そうですね、やっぱ仕事は仕事なんで、やっぱりなんかやっぱスイッチ入っちゃいますね。そして少し抜けているところもあるようです。忘れた。何忘れたんですか？iPhone の番号です。 iPhone の番号、はい、携帯の電話番号。いや、6番。え、どういうこと、どういうことですか？いや、わからないですよ、番号忘れたから。ちょっと待って、どういうことですか？番号忘れちゃったんですよ、これ。自分の携帯っすよ、ね、はい。なんだったっけ、どう忘れちゃった。普通にいつもは開くっすか？あ、そうです。うわ、5分後だ。うわ、あ、彼氏は私です。なんだったっけ。スタッフの思い違いだったのだろう。そう思っていた矢先、シュートさんはスタッフに近づいてきました。そして、ちょっとカメラ止めてもらっていいですか？さっき俺がキャッシャーの下でやってたんですよ。あ、はい、そのこと大島に練習にしとってほしいですよ。なぜシュートさんはわざわざ口止めをしたのでしょうか。すでにレイト代表に伝えてしまったこともあり、スタッフはこの時何も言えませんでした。
今思えば、シュートさんが変わってしまったのは、この時だったのかもしれません。そしてこの日を境に、シュートさんは店舗に姿を現さなくなりました。後日。今日、はいはい、あの緊急でというか。ああ、うん、そうですね。まあ、ちょっとシュートが 無断欠勤ですかね。あの連絡なしでちょっと休んでるんで、あの、まあ、寮にいるみたいなんで、まあ、ちょっとたまたま日にちかぶっちゃったんですけど、行かなきゃいけないっていう感じですかね。なるほど、はい、そうなんですね。そうなんですよ。困りますね、完全に。なるほど。困っちゃうな、ちょっと。なんかちょっと前に、あのこの前話してた、あ、はいはいはい、あるじゃないですか。はいはい、はい、まあちょっと気にはかかってましたね、確かに。そうですね、まあいいやつなんですけどね。何かしら抱えてるのかもしれないですね。まあでも聞かないととりあえず分かんないんで、もうとりあえず急にバッと怒るよりかは状況を聞こうかなっていう感じですかね。まあでも結構あるあるっちゃあるあるですね。どの店舗にも急に休む人とか、ね、いると思うんで。ただそこでなんかほっとくんじゃなくて、やっぱり聞くのが大事かなと思います。思ってることって絶対一人一人違うんで、まあ聞いてみようかなって感じですかね。レイト代表に同行し、シュートさんが住まう寮へ向かう。中心的すぎるから、完全に俺らさ、人生かけてホストって仕事してんのに、そんな筋の通らない話はない。俺ホストテレビの人から聞いたけど、あの一緒に忘れ物取り行った時、金庫を前あさってたりいろいろしてたんじゃないの。まあ言ったんすよ。え、でもなんか何もしてないって言ってたじゃないですか。何もしてない。でもなんで今そんな焦ったんですか。いや、言うなって言ってないと思ってたんですよ。まあ、レイト代表ね、心配してこうやって来てくれて、まあ、もちろん自分もそのね、あの言うなって言ったこと言ったことはもちろん申し訳ないとは思うんですけど、でも今の態度は良くないと思いますよ。なんでお前にいちいちそんなこと言うのいけんねんかよ。お前もうやめろ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 。何やって一回さ。